どうも皆さんこんにちは。新宿津軽三味線琴教室指導山光山です、はい、本日は民謡歌手のマツコ・デラックス先生と、いやいや、ヒロキ・デラックスですね。どう見てもデラックスじゃないですけど、はい、はい、橋本ヒロキ先生と秋田おはら節津軽弾き弾いてみたいと思います。 Hello everyone, I'm 光山小山。 Today I will play 秋田おはら節 with a 民謡 singer ヒロキ橋本。
はい、この秋田おはら節ですけども、どういう曲なんでしょうか。はい、秋田おはら節ですけれども、秋田の、おはら節ということもあって、弾き方が2種類あります。津軽弾き、秋田弾きとあるんですが、なんといっても、この曲で、とても魅力的なものは歌詞ですね。いわゆる一般的に歌われるのが、この鹿の親子の情愛を描いた歌詞でして、やはりこう、ご家族を持たれている方なんかは、しみじみとくるような歌詞ではないでしょうか。節なんかも少し難しいんですが、歌詞を思い浮かべながら、こう、情緒を込めながらやると、さらにこの曲の雰囲気が出せるのではないでしょうか。ぜひぜひチャレンジしてみてください。三味線の方に関しましては、津軽三味線小山貢民謡集第10集に載っているのが、先ほど弾きました津軽弾きの秋田おはら節。そして第5週に収録されているのが秋田弾きの秋田おはら節でございます。少し弾いてみますとこのような感じでございます。どうもありがとうございました。初心者から始められる津軽三味線教室、新宿、オンライン、ニューヨーク。津軽三味線演奏以来、全国、世界、どこでもやってます。よろしくお願いします。